人狼勝ちたいな。人狼側。いや確かに。勝ちたい。人狼人でも勝たせてあげたい人狼側を。え？やらやりやっちゃいます？やっちゃう。手は抜かないけどね。何この空気何やめろ始めちゃいますから始めちゃいますよ、はいはいはい、村人か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 バグス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 バおやすみということで、来たーやったー二連人狼で、ネケメがね、今回味方なんすね。そして、理論崩壊太郎くんも人狼です。うわ、どうしようこれ。とりあえず、今度は、こっちかな。で、あと一個で、2本になっちゃうと。船さ、これ、斎藤さんと死にダブルキルあるぜ。これ、あー、FB さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、FB さん。見られたかな？さすがにか、まだ。おはようございます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 。占いました。お、占いです。はい。はい。誰だ犯人は？今日。ほう。はい、ほう。お、白。うわー。イエーイ。あったかい。白で。白豚卿だろ。白豚卿。白豚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 。ごま油白豚、どういう悪口？どういうこと？どういうこと？ごま油の悪口やめろ。はい、ね、人ヨウさん、ヨウさんがいる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 ユビさんはいるいるユビさんはユビさんがいない。あれえユビさんはえユビさんえユビさんえ嘘でしょ。いや、さすがにねでしょ。ユビさんか隠れたか。ユビさんどこいたっけ。早すぎでしょ、隠れた。早くないか。まだ隠れたユビさん見かけたけどな。もう隠れた。プロビデンス使う。プロビデンス使うか。隠れてもやばくないか。飛ばせちゃうから。ただこれプロビデンス使って確定で光ってた。まあ、したらもうプロやね。まあ、確かにね。まあ、確かに。確かにな。まあ、でも死んでんじゃないですか。まあ、死んでる。さすがにか。さすがにか。多分死んでる。隠れる意味ないし。トリックプレイすぎるもんな。え、誰も占ってない。共産が白だ。共産が白。占いが少ない。白でございます。確かにちょっと占いでない。俺も白いなこれ占ったの。いや自分で言ったからないよ。自分で言ったから今。グレーグレー。しかもこの場にいないじゃんお前。俺も一声で。え？俺もほらほらやってるわ。俺も移動してる。え？トモくん。船船船船。船船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 。俺も船行こう。俺もどこじゃ。君さん俺を殺す気やな。広場。バグスにほら。え？じゃ俺バグス行くわ。船船船。船船船船。おやすみ。よし。広場は大丈夫と。で、なんかバレてないっぽいな、意外と。意外とバレないもんなんだなっていう、あれね。ちょっと待って、今危なかったな。今スロットずらしてなかったらワンチャン普通に斧持ってたかもしんない。待って、人狼、あれだよな。ネケメと理論崩壊太郎だよな。斎藤と理論崩壊太郎さ、たまにごっちゃになるんだよな、なんか感じだから。か、3本もたまったらじゃね、つうか。3本もたまったら割とゴリ押しで。なんとかなる説ある。で、ちゃんと吸血鬼じゃなくてよかったな。なになになに、なんか斧の音したな。暴れてますね、皆さん。結構音聞こえるんだなっていうか、俺の音聞こえたから。あ、なに、何の音今の。あー、びっくりした、びっくりした。なに、そういうことか、そういうことか。中無心だか、これそういう音か。はい、斎藤さん。何？斎藤さん、何今？すみません、占い結果いいですか？はいはい、ペイントさん黒です。はい。ナイス。あとあともう一個。はいはいはい。はい、どうぞ。いいっすよ。あ、全然いいっすよ。あ、シニーを中村さんがやってたのでそれを見ました。はい。中村さん、斧持ってる。そのシニーは斧持ってた。中村さんが斧持ってる。エオさん、ちょっとなんか眩しくないですか？中村さんが斧持ってる。え、中村さんが着てる。あれ今眩しいですか？エオさんなんかそんな服着てちょっとなんか太陽の光避けてる。え、何何？また意味わかんない。避けてるような。エオさん暑いっすね。エオさんちょっと暑いんじゃないですかそれ。おっとそれ。エオさん。
本当に何言ってんの十字架やればいいか。あ、なんかもう何言ってんのしか言えなくなってる。え、意味わかんない。ちょっと、え、何、どういうこと。あいつやっちまおう。なんか船いる、船いる。船、船、船いた。待って、十字架。十字架ないわ。トモさん。はい、はい、はい、はい。え、ペイントは生きてるんだっけ。ペンちゃん、ペンちゃんの情報俺ない。あれ誰が、俺が黒出した。俺が黒出した。ペンさん生きて、潜伏。え、ペンちゃんと、あれが、中村さんが潜伏してると思う。うわー、マジか。で、シニーは殺されてた、中村さんに。これ、バトルは今どこにいる？多分船の方、今行ったよな。あ、じゃあ俺十字架買って突っ込んでくるわ。それ大丈夫？プロビデンスやったら。結構怖い、結構怖い。怖い、怖い。光らせてからのがいいよ。光らせました、光らせました。光らせました。飛んでくるわ。プロビデンスの眼光。来るな、来いや。ちょっと。やばい。やばい。やばい。急激に。あんな屋根の上いけるんだ。船2階から行きますよ。ちょっと、怖い、怖い、怖い。船2階から。今のうちに、今のうちに中村ペイントさんを探したい。え、待って、いる？あ、いるわ。発光で。どっかにいる？あ、確かに。あ、見えない。いる？いなペン。あれ後ろ誰あれ？え、あの屋上にいる人は？あれが今日エオさん。あれエオさん。エオさんが。中村さんはさっき斧で俺を襲いかかった。いなくね？いなくいない。あれ？エオさんに外しました。あいうちなのか。あ！よし、ということで、なんかエオさんがなんか別に特に言わなかったんだな、なんも。俺普通に斧でぶん殴ったけど、なんかバレてなかったわみんな。どういうこと？狂人誰なんだろうっていうか、狂人のあれがわからん。あ、これバグースワンチャン空いてる説ある。え、ペンちゃん死んだんかな。なんか多分いなかったよな。ネケメは多分今いたと思うから、これあれだね。うー、バグースやばすぎ。二次会会場、二次会行われてんだけど、なんかここでやばい、死ね。おはよう、おはようございます。占いました。はーい、はーい、愚痴つぼしろ。はい、あ、ペンちゃん倒してきました。お、あ、いたんだ、いたんだ、ペンちゃん倒してきました。お、え、じゃあ中村さん、中村は、中村はネケメ、中村は見てないです。中村でも潜伏しなさそう。俺やりました。あ、ナイス。え、あれ生きてる。え、生きてる。俺やりました。え、ちょっと待って、あれ、斎藤は、斎藤と一緒に船行ったんだけど、あれ巻かれてた、俺ら。え、どういうこと。え、俺らエオさんに巻かれて、巻かれた、巻かれて。あ、そうそう、なんかね、見つけられなかった。あいつまだいるでしょ、多分。そういうことか。じゃあこれで人狼側倒しちゃったら吸血鬼の勝ち？勝ちますね、これ。ああ、だから先にエオさんやらないと。エオさんだ、エオさん行かないと。今行きますか。みんな十字架どこにいる？持ってた方がいい。持ってない。エオさんどこにいる？あ、行って。え？え？え？あ、駐車場、駐車場、駐車場にいる。駐車場、駐車場、行け行け行け、駐車場どこ？シャーク何？シャーク何死んだ今？誰にやられたんだ？死んだな、これ。え、だ、あれでしょ？ピクトだ。いや、違う違う違う、ピクトだな。え、違う違う、絶対。あ、透明人間にやってる。誰が？光らせる、光らせる、光らした。エオさんが。え、待って、人狼いるよ、この中に。気をつけて。もう気をつけろよ、みんな。ピクト、ピクトだ。え、違いますよ、違う、え、違う違う。あ、人狼がいるぞ、この中に。ピクト、ピクトさんやってました、今。だよね。ピクトさんがやってました、やってました。ピクトさんが人狼殺してから言おうかと思ったけど。ごめんなさいね、ごめんなさいね。もう行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ごめんなさいね。これが敵、これが敵。もうポカッタから、ポカッタから。ポカッタ、ポカッタ。オッケー。いい、いい、これが牽制になった。ピクソさん、バグースの奥。バグース。バグース送るよ。卓球で決着つきません？ちょっと卓球で。卓球か。お、俺がやる。オッケー。いねえ。さあ、夜になる。やばすぎ。やばすぎるっぴ、みんな。みんなヤバすぎるっぴ。どこに隠れん。あ、終わった、終わったわ。はい、終わりです。おい、終わりなんだが、マジかよ、えぐいって。うわぁ、うわぁ、やめてよ、トモさん。あれ、いやが、いや、待って、え、あれ、トモさん、何、え、何今の、今の何だったの、何、トモさん、スタングレネ、あ、そういうことか、自分の身を守るための。てっきり殺されるかと思った、今。よし。甘いんですね、トモさん。透明でも完全に姿は消しきれないんですよ。あぶねー。けど、けどだな。あ、終わったわ。終わり。終わりよ、こんなもんは。こんなもんは終わりよ。で、3人残ってんだよな、多分この感じ。どうするこれ、みんな。どうしようかな。あー、くそ。くー。バレてたー。危ねー、バレてた。すげー、うまー、バレてた。
待って、斎藤さん人狼でめっちゃ焦ったわ今一瞬。いやジジイ。俺は全然だよ。狼好き、狼好き、狼好き。あ、そういうこと。絶対今裏だったのか。なるほどね。FB さん、ごめんなさい。ピンポイントに。いやマジで本当ピクトさんごめんなさい本当に。っていうのが人狼人狼ですけど、はい、いやでもね人狼のムーブとしてはやっぱり1日目2日目からバンバンやっていかないとしょうがないと思う。まあちょっとついてなかった感じでしたね。ちょっとグッツボさんアーカイブだけ消してもらっていいですか。何があった何があった何があった、まあ俺がちょっと斧スカッタっていう感じかな。スカッタねちょっと俺とピクさんもエオさんに俺とピクさんもエオさんに斧2本座れましたからね。ちょっとやったらそういうことか。グッツボさんうめぇな。ほんとそんな後を着て遊びに行ったらなんか攻撃されたな。ピクスさんの見てすぐ帰れなかったから。いや吸血鬼かあれ。邪魔しちゃったなちょっと。ユウさん吸血鬼すぎない。いや俺そんな場所に残してる3回なってんの。そう最後嫌いそうだもん。嫌いそうだもん。いやでも面白いんだけど難しいわ。え、俺どこにいたのさっき。船上ですね。ずっと船上で。いや逃げ切れると思ったらグッチさんに言われたな普通に。いやあれラそう透明化の。いやグッチさん大活躍でしたね。全然わかんなかった。うまかったなあらとさん。うまかったあの透明めっちゃ使うなあらとさん。いやまあ透明透明強いわ。透明強いじゃん。透明が一番強いのかな。透明とプロビデンスはいいなんか具合で。うん。役職やりたかった。今日さ面白い。やってなかったんだ。ずっと村人でした。でも、そういう意味では全勝じゃないですか。確かに。そうだわ。確かに。全村だもんな。全村で。いい勝負してるけど、真の。いや、いい勝負はしてますね。最後はいい勝負じゃなかったかな。最後はちょっと、ちょっと、つがいなさすぎたかな、真の側が。もう理論が崩壊したね。理論崩壊太郎。崩壊したわ。理論崩壊太郎。